白雲の章、正解の説、女神最短の儀。日を重ねるごとに日は強くなり、虫の音とともに夜は短くなる。女神がいるという正解の星が空に戻ると、人々はその最短を喜び祝う。ガルグマク大修道院では最短の儀が厳かに執り行われ、フォドラ全土の熱心なセイロス教徒は揃って大修道院に足を運ぶのだ。はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレム風化雪月、続きをやっていきたいと思います。お給料が3000円になってますね。いつから3000円になったのか忘れちゃったけど、カスパルだったし、あげない。ディミトリーが話をしたがっている。まあ応じておこう。ああ先生、ちょうどいいところに。後で少し付き合ってもらえないか。いや、あんま付き合いたくないけどね。どうして？いや、少し剣の稽古に。と言っても俺の稽古ではないんだが、実は少し前から大修道院で保護している孤児たちに剣を教えてやっていてな。意外だ。どういう風の吹き回し？なんかどっちもあれだな、いいイメージではないな。意外だ。自分でもそう思う。正直子供の相手はあまり得意な方ではないんだが、先日騎士団の方と打ち合っているところを見ていた少年たちがいてな、戦い方を教えてくれと熱心に頼み込んでくるものだから、ついもっと見てやりたいのは山々なんだが、俺にも俺のやることがあるわけで。先生なら剣の腕も確かだ。すまないが少し手を貸してくれないか。うん、まあ任せてもらおう。ありがとう、恩に着る。この礼はいつか必ずしよう。彼らは皆戦争や病、それぞれの事情で家族や家を失った者たちばかりだ。こんなことを言うのは傲慢だと思うが、支えになってやりたいんだ。俺の親もすでに亡くなっているから、なんとなく他人とは思えなくて。ダスカーで父と母を亡くした後、王城に俺の味方はほとんどいなかった。ドゥドゥだけと言っても過言ではなかったかもしれないな。他の家族がいるのか、信頼を受ける人がいるのか。他に信頼できる人がいるのかな。かつては気を許せる者たちもいた。家族、武芸の師、友人、王城の兵士たち。だがそういった者たちは皆4年前を境にいなくなってしまったからな。ああ、もちろん城の外にはそういう相手もいたんだ。例えばロドリグとか。ロドリグ？フラルダリウス公と言えばいいかな。父の友人でフェリクスの父親にあたる。あいつが王都を訪れるたび、狩りに遠乗りに散々連れ回した。ドゥルーを兄弟のようなものとするなら、もう一人の父親のような存在だな。その真似事ではないが、俺もああいう人になりたいと思うんだ。誰かの支えになれるような人に、誰かの心を救ってやれるような人に。立派ですな。俺の身の上話なんて聞いたところで面白いものでもなかったな。すまない。それよりも先生、約束忘れないでくれよ。頼りにしているからな。支援レベル C、 やる気アップ。暗殺計画に備え大修道院の警備に当たる。それが俺たちの今節の課題だったよな。師団はレア様の警護で忙しいとのことだが、敵の狙いはむしろそちらでは。まあそうだな。意味をお聞きしても。ロナート卿は暗殺計画の記されたミッションを始末もせずにわざわざ持っていた。暗殺計画に皆の目を集め、他の何かを狙っているとは考えられないか。貴重なものといえば宝物庫ね。他にも書庫とかハンネマン先生の部屋とか。大修道院には
英雄の遺産に匹敵するような武器がいくつかあったはずだ。ま、狙いが何であれ、修道院の女性たちに被害が及ばないようにしないとな。修道院内を調べ、敵の狙いを探り当てるということでしょうか。その通りだ。それに敵との戦闘に備え、訓練にも力を入れておきたい。顔を突き合わせて悪巧みか、先生。誰これ。おっと、名乗ったことはなかったな。私はシャミアだ。シャミアさんはセイロス騎士団の一員だ。で、こちらの少年がレア様の従者で、シャミアさんの弟子のツィリルです。従者？弟子？弓とか剣とか稽古をつけてもらってます。え、一応こいつも戦闘要員になるの？僕もレア様を守りたくて、だからシャミアさんの弟子に。ツィリルはレアさんが大好きだからな。ま、互いにやれるだけやろう。レアさんって言ってるんだ。で、ここはちょっとイベントが、イベントっていうかご飯イベントができるんで散策したい。中級試験パス。え、もう誰かできんの試験。ミガミックス10レベルで中級になれるんだ。結構早いね。ただ極めたいんだよね、やっぱり。この乗ってない剣士、あ、これ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 、剣士経験値だってあと46だよ。アギの経験値ボーナスが剣レベルプラス1ってことか。これも見れんのか。いるかいらないかそれで判断しても良さそうだね。ステータスで見れるかな。見れんわ。ならないと見れない。ってことはだいたい剣プラス1で、兵士は槍プラス1とかだよね。じゃあどうしようかな。先にもう中級になっちゃって、こっち先に極めた方がでも良さそうな気がするな。剣プラス1だったら、いいんじゃないか。もう傭兵になってしまって、慣れる時になってしまおう。じゃあ俺は、俺も試験受けんのか、まあ、当たり前だけど最初受けてたからね。これで新たな道が開けた。クラスチェンジ。さて、じゃああとみんな8とかだから、まあ割とすぐいけんな。ドゥドゥが6か、シルバーも6だね。そうするとさ、なんかあんまり経験値稼ぎすぎると兵種のレベルが上がらないね。なんかちまちまやってた方が兵種レベルが上がっていきそうな気がするんだけど。出撃と講習は受けられない。散策しかできないじゃん、そもそも。宮長から推理クエストを受けよう。まあ、その前にまあいろいろあるよね。やってみよう。これさ、あれを合わせるのが難しいんだけど、一マスずつカーソルが動くからさ、あのこの右上のとこに行きたいけど、いや大広間から歩いていこう。でこっち、先生。でこっち、でカスパル。聞いてくれよ先生、また親父から手紙が来たんだ。またって、なんだそれ。俺の親父知ってるか。帝国の割とお偉いさんなんだけどよ。訓練は毎日欠かさずやれ。魔物の一匹や二匹倒しただろうなって、そればっかりだぜ。魔物とかいるのこの世界。クエスト受注。頼みがあるんだ。武闘大会に挑戦しよう。大修道院では日々の鍛錬の成果を確認するため武闘大会が開かれる。訓練場にいる武闘大会受付に話を聞いてみよう。お、なんか良さそうだな。優勝すると賞品もくれるらしい。やりたいこれは。あ、課題協力とかあるね。まあいいやそれは。じゃあ訓練場ちょっともう早速行きます。お、武闘大会受付。その前にこれ拾おう。模造犬。よく訓練をする者の持ち主だろうか。よく訓練をする者って誰。こいつ。大司教様への資格か。切りがいのある相手ならばいいが。だな。どうやらお前は俺と同類のようだ。
俺の魔剣が血を求めている、血を吸え血を吸えと。そんなものは知らんな違ったそんなものとか言われてるよ落とし主さん、卒業の証。これ全部探し当てるの無理なんだけど。武道大会を開催中だぞ。出場する人物を選択してください。え、誰これ、剣レベル。あ、違う剣レベル。え、剣レベルが関係してくんの。剣術限定、なるほど。じゃあフェリックス行こう。あ、1減った行動力か。え、何これ勝手にやる。くだらんな。てかさ、クリティカルって言ったらさ、一発でしょそんなの。俺の勝ちだな。自分が出るわけじゃないんだ。金が手に入った。すげえ弱すぎるな。確かに弱すぎるな。相手にならん。何回戦あんの。でもこれをこうやってサクサクやって結構面白いな。歯応えのない。もうステータス見た瞬間さ、勝てるかどうかって分かるんだけど。あ、でもヒットポイント減ったままになってるのかな。あ、なってんな。威力6。ここの距離ちょっと危なくなってくるね。2発で倒したいね、できれば。次とかちょっと怖いな。何回戦あんのこれ。しかもあ、準決勝って書いてある。決勝戦、傭兵レベル7。やっぱ2回攻撃できるのがでかい。うわ強い。次はまとめてかかってこい。さすがだ。優勝報酬鋼の剣プラスっていうのがある。初級剣術大会300円か。指導レベルがでもあんたに頼んでよかった。だいぶ上がった なんか鶏肉手に入れたぞ。獣肉も手に入れたぞ。初級剣術大会だから中級はまだか。まあじゃあここはいいでしょう。もうじゃあ別のところ、フェルニラント、まあ、依頼はねやっぱり受けていきましょう。わかるやつは。おお、皆の注意をそらすため厩舎に火をつけて騒ぎを起こす。物語では上等の手段だ。何とはなしに気になってな。しかし騎士団の馬はどれも立派だ。この足の肉のつき方など。クエスト受注。一つ頼みを聞いてくれたまえ。お茶会をしてみよう。フェルディナンドの茶器を持つにふさわしいお茶好きの生徒を探そう。依頼が終わったら誰かをお茶会に誘ってみるのもいいかもしれない。アプリティ。実は手違いで同じ茶器を2客も入手してしまってね。誰かこの器の価値が分かるものに譲ろうと思うのだが、適当な人物を見繕ってもらえないか。受けよう。高級な茶器を1個獲得した。え、で、あとはもう、あ、ちょっと待って、先にこれ拾おう。国会の書、女神に仕えたもの、罪の意識を抱えたもの誰それそんな人知らないんだけど。で、あれ、ここがめっちゃ光ってんな。フェルディナンド、この中には入れないね。あ、これ、これが光ってるってことか。まったく、はあ、夜遅く大修道院内をあちこち歩き回ってる学生がいるそうだけど、あなたの学級の生徒じゃないでしょうね。まったく、きちんと指導してちょうだい。え、誰そんなやつ知らんぞ。うちの学級にそんな悪い子はいない。で、これ地図見てどこが光ってるかとかもう広すぎて分かんなくなってきたな。じゃあ先にこっちの依頼も受けておきますか。ちょ、いけねえんだけど、例によって。この下、セテスか。フレンのために町へ出ていた。必要なものがあったのだ。え、危険はなかった。何を買った何を買った。大したものではない。気にするな。いや、気になるんだよ。クエスト受注。君に頼みがあるのだが。
ファーガ総国の北部で信仰の盗賊団が村を襲っている。古い塔を根城にしている。それがどこか見つけてもらえないだろうか。盗賊団の根城について情報を集める。騎士の間ではセイロス騎士団が集めた各地の情報が得られるはず。どこん何か根城につながるものがあるかもしれない。受けよう。調合薬とか。あそこ行けってことね。ちょっと待って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 。いや大広間からまた例によって行くか。これフリーカーソルで合わせたいんだよね。先生。んこっちか。あれメルセデスちゃんなんかある。大修道院にはいろんな宝物があるのよ。敵はそっちを狙ってるのかもしれないわ。だとしてもひどい話よね。業界のものに手を出そうとするなんて。贈り物。いやまた贈り物とかいない。やる気がない時にあげておきたい。お何か怒ってる。回収していこう。真っ赤な造花。派手な装飾を好むもの。先生マジでわかんねえ。先生先生先生うるせえなこいつら。司祭。ここは宝物庫。あれ騎士団のとこってどこだっけ。ここじゃなかったっけ。違ったっけ。先生騎士の間。宮長はいいやまだちょっと。え騎士の間でとりあえずこれ拾って。根城の情報。それでいいの。そんなんでいいの。あれこれも耳飾り。ダスカ地方出身のもの。知らん。ディミトリはちょっと最後に話しかけたいんで。じゃあ情報を売りつけに行きますか。ちょっと待って。なんか どうにかして正面を向きたいんだけど。あ、こっちだった。逆だった。そう。おい、情報拾ってきたぞ。よくやってくれた。感謝する。今期限定って書いてある。古代の効果。調合薬って何？これで全てだな。でもさっきのやつ光ってなかったよね。ヒントみたいなの。どうしようかな。もう一個のクエストのあれがわかんねえ。場所が玄関ホール。とりあえず飯を食いたい。で料理長やっぱ戦闘のあれを上げときたいからね。メルセデスちゃん、まあ、ヒットポイントプラス2かな。やっぱりプラス3か。今期ずっと上がるんでしょ。 だってお料理はうまくできるかしら。大丈夫大丈夫。そうね、やっぱりお勉強や訓練よりもお料理の方が楽しいわね。あら、よし、ヒットポイントプラス3。めちゃくちゃ評価上がったな。メルセデスちゃん。お茶好きな人って誰だよ。だからそのなんかないかな、ヒント的なもの。マジでわからん。地図をよく見てみる。なんかある？ここ光ってんね。あ、フェルディナンドだからか。リスト選択。施設。いや、それは関係ないか。上に光ってんな、ここ。ちょっと
行こう。ついでに相談も受けてきますか。聞きたな。そうじゃの。え、何個あるって言ってた。なんか3個くらいあるって言ってなかった。趣味でたまに風景画を描いている。人物も描いてみる。描かせてくれそうな人いませんか。あ、マヌエラちゃん描かせてくれそうじゃん。おお、満足。イグナーツ、どうでもいい。あと2通。私みんなより年上、もっと頼りになってお姉さんになりたい。え、無理することはない。満足している。さすがだ。どうしても叶わない相手がいる。ギャフンと言わせたい。何か手っ取り早いもの。手っ取り早さを求めちゃダメだ。そんなんで回答に満足すんの本当に。何の解決にもなってないよね。だってこっちの。そういえば儀式当日は修道院が一般開放。聖廟には預言者であり聖者であるセイロス様の眠る棺が安置されているのですよ。他に棺には魔法で強力な。はいはいはい。お、敵の狙いに関するメモ3。え、こうやって、これこうやって集めるってこと。あ、そういうこと。どうした、プルンちゃん。先生、私お兄様にわがままを言ってしまいましたの。こんな時に甘いものが食べたいだなんて、やはりよくありませんでしたわよね。反省しておりますわ。それより先生、ここは立ち入り禁止ですわよ。女神最短の儀の日だけは皆さんに公開されるみたいですけれど。え、別にさ、甘いものくらい良くないか。まあいいや。アッシュ、すみません、こんな時の。仕方ない。そういうみんなこんな。はい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 。これ贈り物ってわけじゃないよな。高級なチェキとかわかんねえな。ここ何、なんか、あ、なんか見れる。セインデハ、あ、興味ねえ。あと、じゃあここの食堂からちょっと拡大してこっち側、なんか地図見ながら行くとこういうアイテム見落としそうだな。成人のお茶、少し苦い。そういえばで、こいつ、君は呪術師戦争を知っているか。王国が帝国から独立を勝ち取った戦いだ。セイロス正教会は呪術師戦争に勝利した獅子王ルーグの武勇を認め、彼に王冠とファーガス地方の自治権を与え、ファーガス王国建国の後ろ盾となった。ルーグもまたセイロス教を国教に定め、国内での布教を公式に認可し、それ以来正教会とファーガスは400年にわたり親密な関係を保ってきたのだ。関係ねえし。これの光ってるあれがよくわかんねえな。そうだよね、ここにだっていたからね。フェディナンドがいたところにも。該当する人物がいません。お茶好きとかわからんわ。ショコに行ってみよう。ショコもなんか光ってるからな。多分情報が聞ける、一般人から情報が聞けるっていうこと。釣りに言うもん。めちゃくちゃ経験点手に入ってんだけど。初めての栽培、レベルアップ D+、行動力が増えた。よし、活動資金も増えた。ああ、そうだね、多分情報をくれるってあれだね。数多くあります。ただしここに来れば読めるので、危険を犯してまで盗む者はいないでしょう。たまに修道院にふさわしくない書物をセテス様が廃棄することがあるのですが、ある意味その手の書物の方がここでは貴重かもしれませんね。え、メモ 6? いや、でもやっぱりこういうやつに話しかけていかないとダメか。ああ修道士、大司教芸家の介添えをしている少年、チリルと言いましたか。
彼はもともと東方の異国ファルミラの出身だそうですね。まだ幼い子供ですが、腹の内では何を考えているか。関係ない。で、あとはこの門のところに、大聖堂の門のところにも2人いるね。散策パートやたら長いよね。いや、今のところさ、1動画に、まあ、戦闘パート1回入れようと思ってっていうか、まあ、入れてるんですけど、なんかそろそろ戦闘パートなしで終わっちゃう回とか出てきそう。一口にセールス騎士団の中には序列がある。大まかに言うと騎士見習いの従士、それから僕たちのような普通の騎士、そしてカトリーヌ殿のように英雄の遺産を振る聖騎士がいるんだ。だけ？あのね、女神様のふるさとはお空にあるの。明るく輝くお星様だよ。でも春にはお星様見えなくなって、女神様もホドラを見守れないみたい。それでお星様がお空に戻ってくる日をみんなでお祝いするんだ。その日が最短の儀なんだよ。僕勉強したんだ。偉いでしょ。関係ないな。ちょっと歩いて行ってみる。そのお茶が好きな人ってさ、そういえばもし大司教人なのか。そんな恐ろしい想像はやつ、随分平然として。で、ここが開いて、ペトラ暗殺防ぐ。落とし物じゃねえや。高級茶器無理だな。で、ちょっともう一回こっち行って、先生、なあ先生、こいつは関係ねえ。訓練は、ま、いいかな。で、司祭。おや、この部屋が何かご存知で。教団の宝物庫です。宝物といっても金銀財宝ではありません。ほとんどは武具や遺物の類ですね。盗まれて困るもの、こんな入りやすい場所には置きませんよ。メモ4。メモじゃ6個くらいあるってこと。あ、この先は侵入できない。どうだ。さて、じゃあちょっとこっち行って、てかフェルディナンドに話そう。そっちの方が早そうだ。そうだ、ディミトリだった。もしも敵の狙いが別にあるのなら、それを早めに掴んでおかねば。やはり自分の足で大修道院を歩き、各所を探索してみるより他ないだろう。それから修道院の方々への聞き込みだな。ある程度絞り込めたらまた相談しよう。クエスト受注、頼まれてくれるか。まあやろう。人々の話を聞こう。で、情報を集めましょうと。もう自力で行くしかないな。行ってないところをとにかく行く。で、そのついでにフェルディナンドのあれがいれば。で、このセイロス騎士は話した。あなたのが。かけない。で、こっちに来て、こっちの方にいるね、一人。そういえばこの人か。先生、お疲れ様です。本日も異常なしであります。本節は女神最短の儀ですね。儀式当日は大修道院が一般開放されるんですよ。自分も案内役を務めることになっています。若い女の子がたくさん来るといいな。そうだな、それには同意だな。激しく同意。で、こっちの方は特にアイテムだけゲットしとこう。ジンジャーティー、カワムシ。で、外とかには行けないからアイテム確認。使用済みの香水。おしゃれにこだわる人。いろんなとこにいろいろ凝ってんな。これはアルメルベリーみたいな。で、ちょっと左側に行きますか。じゃあこっち側。なん
特に何にもないで、釣り、マヌエラ先生か、あれ、ね、あら先生、ごきげんよう。素敵な騎士とお茶の約束があったのに、そんな雰囲気じゃないみたいね。町には死神が出るなんて噂もあるのよ。ほんと物騒で嫌になっちゃうわ。あ、これさ、香水とかどう？誰かの違った、真っ赤な増加。あら、いや違うな、わからん。贈り物はいいや。どうでしょうか。大物がよく釣れます。ローレンツ、女神最短の儀は。それに高級な茶器、あ、いける。気遣いに感謝するよ。あれ、それだけ？こんなやつの評価上げたってしょうがないんだけど。あ、大丈夫か。アップルティー、お茶会に誘う。仲間をお茶会に誘えるようになりました。お茶会でお茶を楽しみ親密になります。なるほどね。まあとりあえずクリアしたからいいや。あとは情報集めだね。とにかくこの修道士は、本質が狙われたら大変ですわね。ここの植物は大変貴重なものですから。ガルグマク995年の歴史の粋がこの王室には詰まっているのです。多くの可憐な花、薬にも毒にも変じる草木。ああ、私の大事な子たち。これもメモ7になったし、何個あんだよメモ。あ、でもメモやったからメモのあれが出てるか。ちょっとや、音質やっとこう。収穫で種。寝やすい、すげえいっぱいんだけど。で育成はまあ300円くらいでいいよね。あ、なんだ、地図に出てるじゃん。やっぱ先にやっときゃよかったよ。というわけで行きましょう、情報をもらえそうなところに。これのん、こいつじゃないな、セイロス騎士、こっちか。修道院で狙われそうなもの、いろいろあって一つに絞るのは無理だな。貴重な品ならここの厨房にもあるぞ。数百年以上も前に仕込まれたブドウ酒とかな。だが味は飲めたもんじゃないって噂さ。わざわざ押し入って盗むやつもいないよ。ご。なんか先生って言ってたけど、しかと。これはどっから行く？期待制度から行く？でこっち側でしょ？の。そういえば、アロイス。女神の塔に入ったことはあるか？祭儀にも使われる神聖な場所だ。一応生徒は入ってはいけないことになっているのだが、逆にそれが好奇心を煽るのだろう。こっそりと入り込む者もいる。まあ今節に限ってはそんなことは絶対にありえんがな。何しろ女神最短の儀にあたっていつもの倍以上の見張りが立つのだ。メモ2、これなんかあと1だか、教員研修やろっか。あ、俺が受けるってこと？え、結構上がるね。30上がるってこと？拳か。俺的にさ、白魔法を覚えたいんだよね。まあ白魔法を使える兵種にならないといけないっていうのも一つあるけど。あとここか。ちで、ちょっと待って。あんたか。カトリーヌちゃん。ずっとピリピリしてるもんでね。間違えて切っても文句言うなよ。こんなところで剣振りや。防いでみせる。冗談だよ、まったく。教員。
剣やろう。グレード。チーとか言ってるけどね。ん？どこだ？もう少し拡大するか。こっちか。ハンネマン。まったく恐ろしい話もあったものだよ。だがレア様の暗殺が成功するはずもない。何？他に狙いがあると。確かにこの部屋には貴重な器具もあるが、我が輩以外に扱えるものがいるとは思えんな。メモ1。よし、これで終わりだね。ディミトリーのところへ行きますか。で、結局どこを狙うのかっていうのを多分メモの選択肢から選ぶんだろうね。そうだ、すまない、助かった。伝承袋の羽。教団にとって最も重要と言えるものがあり、儀式当日は一般に公開されるために平時に比べ侵入が容易になる。つまり勝手にてかさ、温室と食堂のわけないよね。ああ、おそらくはな。簡単になってるんだ。目的まではわからないが、敵の狙いが性病である可能性は高いな。お茶会に誘える。なるほど。一応これで散策を終えますか。これってさ、やんないで散策を終えたらどうなんの。指導しましょう。個別指導、まあ、やる気のある人から紹介していこう。やっぱり剣、こいつはもうひたすら剣だよ。パーフェクト、よし、ありがとう。お褒め、よし、パーフェクト。これでレベル上がるはずだ。 D プラス。あれ、どこまで行けばいいんだっけ。 D になればいいんだっけ。で、メルセデスちゃん、メルセデスちゃんはもう白魔法だな。グレート。なんだか進行さん、うわ、全然たまんねえよこれ。なんだかアネットちゃん、アネットちゃんももうひたすらこれ見て。パーフェクトよ、来い。来ない。で、あと一人か、まあ、アッシュの弓でも上げときますか。なんだかんだで役立つからね。や、終わった。もう無理だね。では授業開始。先生、質問です。はい。戦術や理学の講義中って頭を使うからお腹が減ってしまう。いざ満腹で講義に臨むといつも眠くなってしまう。諦めて寝よう。もっと気合を入れよう。え？わかんねえ。寝よう。そうなんですか。そうだよ。すげえ増えたんだけど。ロードを目指す。あ、もともとだってロードを目指してるよ。12日、聖セスリーの日で賛美歌。まあ参加しよう。この歌が女神様に届くといいわね。歌、こんな感じでいいのかな。僕、浮いてなければいいんだけど。いいね、信仰経験値が手に入るのか。 D プラス。まだまだ学ぶことは多い。フレンの誕生日です。一応、お、なんだこれ、お茶会も開けんのか。かなりや、フレンだし、まあ女の子だからね。手を出さないとはいえ送っておきましょう。口を動かす前に手を、あ、変わってないか。手前と奥が変わっただけか。ま、そこそこはがどったんじゃ。本当に。パーフェクト。さあ、経験チャップの時間だ。掴んだな。両断。剣術レベル3。身についてきたようです。一撃離脱。13日。
ここは特にそういうイベントはないね。出撃があるか。フリーとフリー、これ1個ずつやっておこう。じゃあちょっと待ってね。資格試験は終わってミカミックスやったから、ショップそうだね、なんかもうちょっと盾がみんな1個ずつ欲しいんだよな。というところで、じゃあちょっと今回ね、あの戦闘パートはなかったんですけれども、次回はここの、帝国領の総統戦と大地の総統戦、これをやっていきたいと思います。そんなわけで今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。